言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回は初めてになりますけどウエストの話をさせてもらいます。カウントダウン TV ライブライブで BE:FIRST となにわ男子などと一緒に冒頭のところにもいましたし、一番最初に歌唱していましたし、まあいっかっていうね、まあそのポジティブな楽曲で非常に良かったですね。なかなか今大変な時代ですし、日本人は自己肯定感が低い人が多いからこういう曲って必要だなと思いましたし、それをだからウエストさんのようなベテランが歌うからのまたそういう意味合いもあるなっていうところも感じました。で、まあ、今回ね、私はその BE:FIRST のファンのねベスティーでございまして、まあやはり BE:FIRST を中心に見るわけですよ。なので、まあ、今回もねカウントダウン TV BE:FIRST も出ていたのでそれで見ました。で、あの一番最初でウエストさん、なにわさん、BE:FIRST さん、BE:FIRST さんだって BE:FIRST と並んで、で直接ウエストと BE:FIRST のそのやり取りっていうのはなくて、なにわさんとね BE:FIRST でっていう、まあ主に高橋恭平君とマナト君でっていうところでしたが、そういうところはあって、でウエストに関してはそことの絡みはなかったんですけど、そことBE:FIRST の絡みはなかったんですけど、ただサムネにもしたかもしれませんが、私そのウエストを本来もう見ることができてた可能性があったということなんですよ。フェスやライブにも行く人間でございまして、よくで、サマーソニックですね、サマーソニックとこの間の A ネーション、はい、でウエスト出てたんですよね。なんですけど、結局私はその、まあ、ウエストさんではないところの人たちを見に行った部分があって、まあでも興味はあったんですよ。というのが、以前テレ朝ドリフェスでニュースさんを見て、あすげえなって思った記憶があったから、ウエストさんも見たいなと思っていたんですね。暑すぎました。いや太陽がねやばすぎました。で正直ね、まあ、BE:FIRST だったりとか A ネーションの場合はダイスとかマーゼルとかね20もいましたけど、ちょっとその見れる人たちのところで体力使っちゃって、日差しが強すぎましてね、 A ネーションの日も台風とかありましたが晴れてるところも結構あったんで、それもありまして、でちょっとね、あの太陽のせいだな、太陽のせいで見れませんでした。なんですけど、ちょっとねカウントダウン TV ライブライブを見て非常に興味を持ちましてね、だからまたフェスなんかもよく出られるようなイメージがありますので、ちょっとね本当に機会あったら見たいなっていうところですね。あと屋内フェスだったらね結構いい感じで見れるかなっていうところもあったりね、テレ朝ドリフェスもね屋内フェスだったりしたんで、なんかその辺もありますね。あの単独ライブはもちろん行ったことはないんですけど、スタートエンターテインメントのあのアーティストに関してもフェスとかで見れる場合は結構見てることも多くてね、うん、一番見てるのはエンドリー・ケリーですけどね、堂本剛くんですけどね、まあ実は今度また9月のもうすぐだ、16日にまたエンドリー・ケリーが出るんで、ドリフェスで、そちらも見ますけどね、ちなみに BE:FIRST も14日に出るんで見ますけどね、まあそんな感じですよ。そう、で、まあ、先ほどウエストの話もしましたけど、まあ、やはりまあ以下が非常にポジティブで、この感じをだから必要としている人たちっていうのもきっといるだろうなっていうふうに感じましたし、少なくとも私はこのスタンスいいなっていうふうに思いましたし、なんていうのかな、やはり、スタートエンターテインメントのタレントが持ってるそのメッセージ性とかポジティブなメッセージ性だったり、あとは J-POP ですかね、それをこうしっかりと確立してやっていこうっていうそのスタンスについて非常に私はすごいなと思っておりまして、ね、まあ高い位の人間ですけど、まあでも良いものはやっぱり良いというか、感銘受けたものは感銘受けたっていうふうに思っています。でまあね、私は基本しませんけど、他と比べたりしてここがどうとかあそこがどうとか言いたがるタイプの人っていうのが
いるのかもしれませんけど、まあそういうことは基本的にしませんし、まあ、やはりすごく見てて感銘を受けました。MV も先ほどちょっと見させてもらってね、楽しそうでしたし、で、あとなんていうのかな、今回 BE:FIRST、まあ、ブリスフルっていう楽曲で結構ポップな楽曲をやってて、ヒップホップ要素が強い楽曲をやるのが多いんですけれども、今回はそのブリスフルっていう楽曲でね、まあヒップホップの要素はあるっていうところは非常にずっと見てる人間からするともちろんあるんですけど、もしかしたらそのね、結構ウエストさんのファンの方、ファンタム名ちょっと存じ上げず申し訳ないんですけど、にも刺さるかもしれませんので、まあ、ちょうどカウントダウン TV でね、そのまま流れで見てくださった方もいらっしゃるかもしれないし、もしよかったら BE:FIRST の方のね、楽曲もいい曲ありますので、フェスにもね、まあ、今後も結局フェスとかでね、何かしらあるかもしれませんし、確かね、BE:FIRST が出た日もウエストさん出てらっしゃってね、サマーソニックちょうど確か、だったんで、ただ時間がウエストさんかなり朝の方で、BE:FIRST 夜だったんで、直接の絡みっていうのはなかったのかなって気がしましたね。でしたし、あとは、まあ、ウエストさんではないけど、BE:FIRST メンバーにもね、平成ジャンプの山田涼介くんが好きなメンバーがいたりとか、あとは、まあ、今は違いますけど、ヤマピーが好きなメンバーがいたりとかね、そういう、まあ、ところもあったりするので、ですね、あと、堂本剛くんとはね、なんていうか、スカイハイ社長の番組とかで出てもらったりとかしてるのもあって、はい、っていうのもありつつなもんで、ぜひぜひちょっとね、その辺もありますんで、仲良くしていただけると嬉しいなと思っています。はい。というわけで、ウエストさんについても、まあ、今回、カウントダウン TV ライブライブのね、まあ、一家を聞いて、非常に、ちょっと私もね、いろいろとあって、沈みかけてたところもありましたんで、まあ、一家っていうのはね、すごくシンプルだけど、本当にね、大事なメッセージで、私も含めた自己肯定感、なかなか高くなりづらい、ちょっと高くなりづらい人間なんでね、はい。高くなりづらい人間にとっては本当に大事な楽曲だなっていうふうにも思いましたので、はい、ちょっと今後もね、機会がありましたらウエストさん注目させていただきたいと思っております。でちょっと取り急ぎになってしまいましたが語らせていただきました。はい、楽しかったです。まあ改めてでもちょっと太陽の生徒はいたもののウエストさんを2回見る機会があったのに見れなかったのはなんか残念でしたね。A ネーションはね、音が聞こえててむちゃくちゃ盛り上がってたのを聞いてたんですよ。マジかって思って、すげえじゃんって思ってね、次はね、見ますよ。絶対にな。フェスで出会えれば。はい。です。では、この辺で失礼します。言いたいことは、今日言っておく、マシカドの語り部、グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきまして、ありがとうございます。私、グランパンパース、現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、ボーイズグループ中心ですが、J-POP を世界にっていうことで、それを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方が、やっぱ説得力があって、皆さん来やすいというところもあるので、なので、自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていうふうに決めました。はい。2万人達成して3万人目指しています。で、登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除されるときも、私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとか、そういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったら、またお願いできればと思っています。はい。で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは、失礼します。